心理学者は言った。人間は楽しいから笑うのではなく、笑うから楽しくなる。笑いはあなたの人生を、そして世界を明るくする。これから皆さんに笑いの効能についてのお話をします。 Can't help laughing。 人はなぜ笑うか。人の感情はよく喜怒哀楽と言われますが、一番初めに喜、終わりに楽、この2つがあるのは笑いが最も人間特有のものだからなんですね。しかし最近の研究によると、笑うのは人間だけではなく類人猿も笑うそうです。ちなみに鳥にも笑うものがあるんですが、さて笑う鳥といえば、笑いかわセミですが、こちらは威嚇であって決して笑いではありません。笑いは健康、心、美容にもいいと言われ、その効果は作り笑いでさえもあると言われています。人間関係が良くなり、笑いの深い呼吸により脳が活性化することによる、仕事などの能率も上がると言われています。笑いにも種類がありまして、まずはこれがなくては秩序は保たれません。愛想笑い、続いて女性はつつましくと言われますが、大いに声を出しましょう。高笑いです。続いて空笑い、もらい笑い、苦笑い、そして微笑。さあ皆さん、モナリザになったような気分で微笑みましょう。素敵です。慈悲深い笑顔。では皆さん、最後に笑い体操。お腹に手を当てて、あっはは、いひひ、うっふふ、えへへ、おほほほほ。さあご一緒に、あはは、いひひ、うっふふ、えへへ、おほほほほ。笑顔で、あはは、いひひ、うっふふ、えへへ、おほほほほ。高らかに、あはは、いひひ、うっふふ、えへへ、おほほほほ。笑ってられるか。もしもし、年よ、あのさは、はいはい、なんで呼び捨てかって。佐藤様、立花です。あのさ、悪いんだけどさ、今日セミナー休むから。熱40度あって、もうインフルタミフル飲んで寝るわ。誕生日に別れ切り出すか。ないわ。じゃあなんで先月私に指輪のサイズを聞いたんだよ。絶対誕生日はプロポーズだ。ああプロポーズだって思うだろ。それが好きな人ができた。きっと聞いてもないのに、ベラ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 相手の女の子と喋って、何寂しげな横顔に惹かれた。僕がいつもそばについてないとダメなんだ。老人介護か。先月私に指輪のサイズを聞いてから今日までの間に新しいものができたってこと。指輪買いに行って宝石店のフェイントでも恋に落ちたってよ。なんてロマンス、とんだロマンスだろ。確かにロイ子に呼び出された時はあれって思ったんだよね。いやプロポーズするのにロイヤルホストはないなと。
いやでもいつもサイズや出してるけど何ぼかマシかもしんないけど、あれで気を使ったつもりか。いつも割り勘のくせにこれで払ってって1万円置いてった。ひょっとしてセキュリティ、いやな、わけがないかな。ていうかさ、普通さ店の前に新しい女を待たせるか、どこが寂しげだ、全然じゃないか、ニコニコして腕組んで帰ってんじゃねえよ、ひらひらして派手なワンピキ上がって、あいつ、君は黒い服が似合うよって言うから、いつも葬式帰りみたいな服装してたの。私はもともと原色が似合う女なんだよ。今日は私の恋のお葬式だよ。あんた言ったよね、いつもニコニコ笑ってる私が好きだって。だからいつだって無理して笑ってたんだろ。私にだってさ、辛い時とか悲しい時だってあるんだよ。だけどあんたが私の笑顔が好きって言うから、いつだって笑ってたんだろ無理して。そう、出会った時言ったよね、一人で生きていける人が二人で生きていけるんだ。だから自立した女になろうと思って一生懸命頑張ってたんだろう。それが僕がいつもそばにいなきゃダメなんだって。どんな女が好きなんだよ。大体さ、なんであんたが泣くんだよ。普通振られた女が泣くもんだろ。私だって泣きたかった、泣きたかったよ、泣きたかったさ。だけど泣けなかったんだよ。なんでか分かっか。鼻毛、鼻毛だよ。指輪のサイズ聞かれた時はさ、右の鼻の穴だから承認って出てたんだけど、その時は嬉しくて笑いでごまかしたけど、今度は別れ切り出された時はさ、左の鼻の穴からお香一本チョロリンって合わせて2本チョロリンチョロリンって出てたんだよ。普通別れ話する時鼻毛伸ばしてくるかねえ。別れの気分を少しでも明るくしようと思ってわざと伸ばしてきてくれたの。なわけねえだろ。恋の終わりを鼻毛で演出しないでくれよ。どんな2枚目も鼻毛で台無しになるよね。チョロリン、ははチョロリン、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 日本だからダブルチョロリン。
って。はいはい、佐藤様、立花です。はいはいはい、あのさ、もうセミナーの代に決まった？まだ。あ、いや違う違う、それがさ、治っちゃったみたい。いや、最近のタミフルよく聞くわ。うん、聞きますね、大丈夫です。はい、ありがとう。うんうん、それじゃあね、じゃあね、どうしよう。うん、ああ、ちょっと待って待って待って、いや、前々から気になってたんだけどさ、名前、いや、だからあんたの名前だった。佐藤敏夫。砂糖と塩って。甘いかしょっぱいかどっちかにしたら。あ、ちょっとじゃない、ごめんなさい、英語で言ったらシュガーで、それなんで英語。ちょっと待って、いかがでしたか、私の実体験をもとにした笑いの効能についてのお話でした。皆さんも別れの際は鼻毛のお手入れを忘れずに。では皆さん、最後に笑い体操、お腹に手を当ててご準備ください。あはは、ひひひ、えっへへ、ほほほほほ。さあ、ご一緒に。あはは、いひひ、ふふ、えっへへ、ほほほほほ。